ハルミフト公園は東京都中央区ハルミにある東京都公安局が管理する会場公園である。1975年12月1日開園。東京港ハルミフトの西端に位置し、ハルミ客船ターミナルに隣接する。中央区間公共会から夜景発線の一つに選ばれ、展望園路と展望台からはレインボーブリッジや東京タワーなどを望むことができ。 夜景スポットとして知られている。2020年東京オリンピックパラリンピックの際、周辺には選手村の整備が計画され、東公園も東京2020大会時には選手村の一角となるため、2017年10月1日から休園となった。リニューアル工事を経ての開放再開は2022年10月を予定している。なお、 都は開放再開に合わせて、東公園において、会場公園としては、初の飲食店の設置、運営等を行う事業者を公募。フロンティアコンストラクションパートナーズが事業者に内定している。東京安大化火,火祭りの花火の一部が打ち上げられて、いたが、選手村整備に伴い、花火大会は2016年をもって休止となった。公園に駐車場はないが、 ハルミ客船ターミナルの有料駐車場が利用できる。ありがとうございます。